か、はい、ぜひあの歌の方もご紹介して、ご演奏の方よろしくお願いします。では皆さんお聴きください。よろしくお願いします。はい、はい、篠原さんありがとうございます。先ほど篠原さんからご紹介預かりました、あの田地幸宏と申します。3年前ぐらいにですね、うちの近所の焼き鳥屋の息子と一緒にライブをやってた時に見に来てくださいましてですね、で何かとちょっといろいろ YouTube も拝見させてもらったりいろいろあったんですけども、先月のこちらの募金活動の方へちょっとお邪魔しましたところ、後で SNS が曲を書いてくれとおかしいんですか、多分焼き鳥屋の薄本を頼んだ方が絶対俺高いの格やと思ってたんですけども、まあ、大体なんとなく僕に頼んだのは理由が分かるって分かるんです。多分彼はちょっと考え方がちょっと違うだろうなというのがあって、きっとこういうところに来たなと思います。いきなりこういう夏の中で、ちょっとギターの調子もチューニングなかなか綺麗にいかないんですけども、私も曲を書いて1ヶ月ぐらいなんで歌詞が覚えきれておりません。間違えましたらごめんなさい。では話の流れとしてある日この町の中から息子さん預けたまま、姿をくらませてしまい、ある時その大韓航空事件ですね、その時にテロリストのキム・ヨンヒ容疑者の中の、供述の中で、この中で日本語教育してやってたのは誰だというので遊戯をさせたのが田口八重子さんだったというふうにして、そういったところを、歌に込めていました。これサビ覚えやすいんで皆さん途中から歌っていただけるとすごい嬉しいんですけども、恥ずかしいですよね。では YouTube で見ていただいている方もいらっしゃると思います。ぜひそれから今日初めて聞く方もいらっしゃると思いますので、ぜひ覚えて帰っていってください。必ずあなたを助けに行くから。離れ離れになった、幼い僕ら母の記憶もないまま大人になった。長い月日の中であらわになる人さらいの影、失われた時間は二度と戻らないけど、必ずあなたを助けに行くから、必ずあなたを助けに行くから、幸せを取り戻すのは八重桜の咲く頃。失われた時間に諦めたくはない、必ずあなたを助けに行くから、必ずあなたを助けに行くから、ふるさとへ一緒に帰ろう、八重桜の咲く頃。長い月日の中であらわになる人さらいの影、失われた時間戻らないけど、必ずあなたを助けに行く。
ずあなたを助けに行くから必ず必ずあなたを助けに行くから必ず必ずあなたを助けに行くからふるさとへ一緒に帰ろ八重桜の咲く頃ですね、この池袋の椎名町って言ったらいいのかね、椎名町生まれなんですかね、タジさんは。いや、生まれはね、関西なんです。生まれは関西だけど、はい、今住んでるのは椎名町。椎名町にお住まいで、この池袋の町の歌をたくさん作ってらっしゃるタジ幸宏さんですが、この今回はこの池袋から北朝鮮に拉致されたお母さん、働くお母さんの田口八重子さんを取り戻したいということを歌った歌を皆さんに歌っていただきます。じゃあ田地さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前にですね、ちょっとね、暑さでチューニングがねひどい状態になってるんで、チューニング合わせながらちょっと喋りやすい。篠原さんから曲を書いてくれて頼まれた時に本当ちょっとびっくりしたんですよね。私多分この後帰ってかお帰りになられてから YouTube 田地幸宏で検索してもらったら割とね軽い歌しかないんですよね。もうたまには心のブレーキを外してとか恋はハイエナジーとかそんなタイトルばっかりなんですよね。で突然篠原さんがなんで僕にこんなことを頼むのかなと思いながら、でもねずっと話聞いていくとね、田口八重子さんの住んでたところで私が住んでるところから徒歩18分ぐらいのとこかな、この道ずっと向こうまっすぐ行ってファミマの角ぐらいですかね、あの辺曲がったとこ、昔川が流れてたとこっていうと、うわこの辺近所ちょいちょい見入ってる場所やって思いながら、びっくりしたわけです。でそれで、じゃあそれなら一つ書いてみようと。させていただきます、覚えて帰ってください。田地幸宏と申します。今日なかなかちょっとこういう野外僕も野外でやるというのは30年ぶりぐらいなんやかな、なんかそんなんでちょっとなかなか勝手が違うで曲もなかなか覚えにくいかもしれません。そんなわけで皆さん聞いてください。これ家族の皆さんこの気持ちだと思います。必ずあなたを助けに行くから、そうなんですよね。さらわれて帰れない帰ってこない、じゃあもう自分が今でも行きたいはずなんですよね絶対。でもね物理上現実上無理だと思うんです。だったらどうすんのって言えば、もう皆さん今日いらっしゃってる方一筆でも署名書いていただいて国を突き動かすこと、これに尽きると思うんです。やっぱり1980年代とかに韓国とかで拉致したで捕まったのに日本の、リベラル系の議員とかが100何名か集まって署名してしまって釈放してしまったというとんでもない話なんであります。決してそういうことは許されることではないと思うんですよね。それを国会議員がやってしまうというのはちょっとさすがにいかがなもんかというのをそういうことがあります。はい、では聞いてください。必ずあなたを助けに行く
から必ずあなたを助けに行くから。